どうも高井です。私自身質のいい専門書、質のいい知識の載った本を多数読みたいっていう知識欲があるんですけど、それもここ最近見てみるとネット上でリサーチってかけてもほぼほぼ出ないに等しいんですよ。新しい専門書は出版されてないんですよね。だからよほどここ数年、21世紀の資本なんてあったじゃないですか。こういう本、こういう本でない限りはよほど売れるっていう見込みのある本でない限り高価格な本って出版されないって私は予想してるんです。で、売れるのは有名な著者、しかも売れている、在庫はほぼほぼはけちゃって、もう一回出版してくれませんかって出版社から声がかかってる著者以外はほぼ出版されない人し、これから出版されるのはおそらく SNS だとか YouTube だとか、そういうとこで凄まじいほどのファンがいるっていう、そういう人が著者になりやすい時代になってるので、だからこそ専門書はこれから出にくい時代、極めて出にくい時代に入っていく。過去の本にあなたが読みたい、あなたの読みたいジャンル、気になるジャンル、そういう本があったら今のうちに買っておいた方がいい。すでに私の買っている専門書の中で1万円超えかな、そのあたりからもう絶版扱い、絶版はしないけど再販はしませんよみたいな、そういう身構えてる出版社が多数あるので、それだったら今のうちに読みたい本を注文して買っておく。ちょっと読みたいだけでもいいんだけど、少し気になる、それだけでも注文してただ置いておいて、気になったら読む、そういう環境に置いておいた方が、本自体手に入らなくなったら終わりですから。そうやって買い物してみてはいかがでしょうか。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。